ちは。風間です。笠谷です。これからちょっとだけレッスンします。フォローを出そう。すごいセレブ感は出てるね、うん、服装といい、全体といい、そう、格好がな全部黒やね、アームガードも黒、マスクも黒、服も黒。確かに。でも、靴だけ白。靴だけ白。黒が強いオセロみたいな。黒勝ちですね。黒勝ち。あ、いいね。出ちゃった後に使い始めて、矢が下向くでしょ、ここから出ちゃう、はい、こっから出て矢が下向いて、そっからギュッて上げようとしちゃうから下向いてるじゃん、はい、そう、それで、で、その後こう出す。で、このタイミングをしっかり合わせていくことになります。で、意識しなきゃいけないのは、ここでトントンするのもこっちを動かしたい。軽さは出したいわけじゃん。手の力を抜いて楽にこうスタートしたいんだけど、その時にちゃんとトントンも自分の腕を使って肘使って動かす。その中で軽さを作って合わせてリズムとタイミングですね。出す意識止まったところか、後ろから一番最後、力がもうこれ以上いかないよっていうところから前にスタートする。できるかできないか。全然違うから、できてるから、もう一回自分でやってみ、今止めて止めたね、うん、フォローがする、フォローが自分が思ってるフォローが出ることだけ確認してくれればいい。いった。
ね。自分はあんまこういうの痛みを出ないでしょ。だからそのなぜ出ないかっていうのが逃げる頭に入ってるかどうかがやっぱ大事。今だと分かったじゃん。ここの軽さでなんかトントンやってるだけだと自分が持ってるタイミングよりもこっちがもう出ちゃう、投げようとしちゃう、ここだけ投げようとしちゃった後、力入れてもこれと一緒だから、下に投げてもって一緒、それがただ向こうに投げようとするね、手が開かない、そうすると全然力が乗らないわけだから、もう一回肘も別に上がってるし、うん、その高いセットアップの中でもちゃんとそこから肘がちゃんとまだ上がりにいけてるから全然大丈夫ですよね。で、投げていく中で自分の手がどういう風なイメージで伸びてっていうかさ、ある投げるじゃん、ただ投げるじゃん、その時に自分の手前腕ね、肘、肩、これがどういう風に伸びてってるかっていうイメージ、どんな感じ、うん、そうですね。で、投げていくときに今なってるのがこうただ手がこう触れてる、前腕の手首が前に進んでるだけ、それだと、いや、もう見て今の通りやってる、うん、ここで夜角が死に始めたっていう動かしてて、ここで、そう、こっから肘が上がり始めちゃった今、投げてる途中だから、どんどん矢が死んでって後から上げに行く、で、開く、高さが取れてないだけなの、単純に、ね、そのポンポンの反動と今自分が肘を上げようとしたタイミングが合ってなかったですね、こう難しいよね、これが要は悪い癖になっちゃってるんだよ、この反動がないと投げれません、出ません、手が前に出、前腕が前に出たら、よし、上げましょう、ね、でそれを最下点の時から肘意識してる、肩意識して投げてる、手首意識してる、ダーツ意識してる、肘、三頭筋、三頭筋、うん、下の筋肉ね、はい、三頭筋なら三頭筋をもっと意識して、要は三頭筋っていうものが動いてなきゃいけない、ずっとテイクバック最下点で止まった時は伸びきってるけど、そこからもう動き始めた、この前腕が動き始めた時は自分の筋肉がずっとこの筋肉が動いてる意識が必要なんだけど、なかなか意識するのって大変だけど、そこだけ注意してちょっと投げてみようか、とはね、悪い時っていうのは前腕が動いてる以上筋肉が動いてるんだけど、ここが持ち上がってこないから動いてる意識が全然ない、ただこうやってこうやってるだけ、これあんま動いてる気しないでしょ、だけど肩のやつがちゃんとの投げるフォームになると伸びてる気がする、なんとなく難しい、いいよいいよ、投げて、そう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 、ここからトントンしてもいいよ、トントンしても、でなんでトントンしていいかって、でもう止めるっていうのはぶっちゃけできてるから、トントンしながらどのタイミングで動かし始めたら動きやすいかな、このフォローが出ないかなっていうのをちょっと探しながらやりましょう。
一番最後にそうなっていたいことなんで、どっか一箇所意識して動かしたらもう入りますって、もうロボット状態、ピンってスイッチをしてバッて伸びたらもう入った。それが参考できれば全部入るんですよ。なんだけど、その肘から上げました。じゃあこっちどうなってますかっていうイメージが多分なさすぎるの今。ない。うん。だからあっちゃこっちゃ行ったり、その中でブルに。狙おうとするとイレギュラー起こす。あれそうじゃないの。だからなんでこれ持ってるって、投げてくる構えてね。セットアップしてこの最下点の位置ね、最下点の位置からどこの方向に手首が進んでいくかっていうイメージも欲しいんだよね。肘が上がりましたら、肘が上がって手首がどこに進む。そういうイメージが持てると、もっと再現性の高い、楽なフォームになっていくんだけど、いろいろ考えなきゃいけないです。もう肘上げますよだけだと、ターゲット見て肘上げますよ、これも上がってるじゃん、はい、これも上がってんだよっていう差なの今。どこにダーツ運んでったらいいのかなっていうのがないから、なんとなくで動かして結果そうなっちゃったっていうのが大きい、うん、で、ちょっと投げてで、この棒は肘上げるの大前提。肘を上げた上で手首がどこのラインについてくるようにイメージして、線上に手首が進んでいく。高いでしょ。高い気がします。手首だけダーツにジャムしていく。高くしてんだこの高さでブル入れようとするんだけど、すごい上げてる感じがすごいでしょ。もうもうって感じじゃん。余計こう離そうとしちゃうでしょ。だから手首の正しい進ませる方向、肘が動くことによって前腕、手首、ダーツが進む方向っていうのが、こういう風にイメージを取ってほしいの。それがバラバラすぎて正しい方向にずっと運べてないだけ。運べるようになったら最下点から別に反動で動いてるわけじゃないから。見えないよ何かを意識するの。そうだね。だから一番手っ取り早いのは、肘が上がった後にどこに自分の手首っていうのがあるでしょうっていうだけなの。考えたことないじゃん。肘上げよう、上げよう、うん、考えることいっぱいありますね。じゃあ、肘と肘上げるはもう前提で、それがないというのは投げない。トントンのリズムと、フォローというか、手首が進んでいく位置。手首が進むっていうことは、ダーツを運ぶっていうことだから、それだけ意識して、2点。
ん、今3等しか投げてないじゃん。これじゃ高かったでしょ。下げると要は沿わせろってことよね、フィニッシュでこれに。沿わすのと肘を上げることを意識するってことね。お願いします。さっきから何度も言ってるように、最下点からトントンの反動で出ちゃったら、自分が進ませたい手首の方向にはいかないから、それも一緒に意識しよう。落ち着いて落ち着いて。大丈夫、イメージができる。体が冷えてるから、こんぐらいなら大丈夫でしょう。今ぐらいの高さの距離だったら、これ力が、うんうん、戻ってる。そうだね。でも乗ってる時ってちゃんとこう倒れるわけじゃなくて、なんか肘の力に任せて手首がついてくる。そうするとダーツぐーっと運べるじゃん。そういうことなの。今自分の手首がどこに運んでいくと矢の正しい角度が出るかな、自分で正しいフォローにたどり着けるかな。これは高いよね。ね、これぐらい。欲しい。これぐらい。はい。もうちょい上とかいい。もうちょい上下。素敵、素敵、うん、全部ブル入れようとしない、はい、今はこっから手首をどこに運ぶかな。正しく力が抜けて正しく運ぶことができれば、はい。これだとちょっと低いんだな。正しいことをやるにあたっていけばいいよ。短いですよね。そう、短い。でも左右許さないからね。でドライバーの、うん、ドライバーまっすぐ出るし。ドライバー使う。うん、いいじゃん。三投目と。高かったら見て、この角度。いや全然違う。タイミングあったら。
番難しいところでね、要は反動を出さないようにしようと思うと止めようとしちゃうじゃん。で、力む、ね、止める、力む、それがないと緩む反動が出る、まあいいよね、そこが難しいところなんです、ね、それをやっぱりここの手の構えてるけど手が動いてるって分かるじゃん。それをやっぱここで判定しちゃダメなのよ。動いてるなっていう見ながらここでさリズム取ろうとしてるじゃん。それの意識をやっぱりここからちょっとでも下げてってほしい。肘の方に、体の方にどん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 肩だったり、そういうことは足だったり、あんま足ではいらない。そういうふうに手じゃないところで意識をもう少ししていってくれると、その動きがね、ちゃんとタイミングよくはまってくれるんだけど、投げ落としてると、こう手が動くでしょ。そこを気をつけないといけない。